ます。九州のスタートアップに詳しい、九州経済調査協会のですね、藤井氏によるとですね、新型コロナウイルス下で、従来の働き方に疑問を持ち、独立創業に目を向ける個人が増えたことや、既存事業者の廃業によってテナントの選択肢が増えたことが背景にあるのではないかと見てると。まあ、こういう状況です。で、九州での開業率は高い。こちらですね、こちらの表にありますのは、各都市のですね、開業率を書いております。上位10社、10都市ですね、載ってるわけですけど、1位が福岡市の5.3%、次、名古屋市、さいたま市、東京23区と、割合、まあ、首都圏中心に、ベスト10に入っているんですが、この中にですね、熊本市も4.3%に入っていると。まあ、このような状況です。まあ、福岡市はですね、2012年からスタートアップ都市宣言を掲げ、主要都市における開業率は5年連続でトップだと。で、福岡へ移住してきたスタートアップが活躍している、そういう状況です。なぜ、まあ、福岡市なのかということなんですが、まあ、コンパクトで住みやすいという街のイメージ、官民が手厚い支援策を用意するビジネス環境である、アジアとの近さ、まあ、こういったことが魅力でですね、移住人材や企業を引きつけていると、まあ、そういう状況です。で、九州、沖縄での IPO の数、これも過去最多を記録しています。2023年、九州、沖縄企業のですね、IPO の数、7社です。過去10年で最多であると。うち4社が福岡市に本社がある。で、IT から宇宙関連まで幅広い業種が市場にデビューを果たしております。で、福岡市で官民が10年以上取り組んできたスタートアップ育成策が実を結びつつあると。まあ、そういう状況であります。まあ、こうしたですね、移住企業増加の背景ですが、まあ、こんな要因が考えられるかと思っています。まず1番目、テレワークの普及。コロナ禍を機に多くの企業がリモートワークを導入。場所を問わない働き方が一般化してきていると。で、2番目、地方創生の推進。政府や自治体による地方活性化施策の強化。移住者向けの支援制度が充実してきていると。で、3番目、ライフスタイルの変化。都市部の高ストレス環境からの脱却を望む声。自然豊かな環境での暮らしへの憧れ。で、4番目、企業のハードルの低下。オンラインビジネスの台頭、クラウドファンディングなど新たな資金調達手段の登場があると。まあ、こういったのが背景にあると考えられています。次にですね、移住企業、こちらのメリットなんですが、こちらについて5点ほど、説明いたしますと、1番目が低コストでの企業、まあ、事務所賃料や生活費が安い、初期投資を抑えたスタートアップが可能であると。で、2つ目、地域資源の活用。地域資源を生かしたユニークなビジネス展開、大都市にはない差別化されたサービス提供が可能であると。で、3つ目、ワークライフバランスの向上、通勤時間の短縮、自然に囲まれた環境での余暇時間の充実。4つ目、地域コミュニティとの連携、地元住民との密接な関係構築、地域に根ざしたビジネスモデルの創出。で、5つ目、新たな視点からのイノベーション。都市部とは異なる課題解決の機会、地方ならではのニーズに応える新サービスの開発、まあ、こんなことがですね、移住企業のメリットとして挙げられます。私の方からですね、簡単に、こちらの方の説明は、終わりたいと思いますが、次にですね、本セミナーのメインテーマの一つであります、4人のですね、移住企業した事例紹介にバトンを渡します。それではですね、トップバッターは、東京から福岡へ、移住起業した事例になります。村上さん、どうぞ。はい、画面共有します。はい、はじめまして、ポットダイアンドデザインの村上優子と申します。よろしくお願いいたします。私は個人事業なんですけども、主に植物染め商品の製造販売、植物染めの講師、あとグラフィックデザイナー、あと直販ビジネス支援センターのアドバイザーなどを主にやっていて、プラスで書いている部分は、まあ、お時間がある時とか、あと、まあ、依頼があった時に、半年とか1年間とか単発でお受けしたりしている、事業になります。で、私が作っている製造販売している商品をちょっとだけ紹介させていただきたいんですけども、私はですね、こういう、ですね、梱包材、すぐ
捨てられてしまう梱包材っていうのがなくなればいいなと思ってですね、洗って繰り返し使うことができる梱包材っていうのを作っています。で、こちらがちょっと目玉商品で、パンの購入時に持って行ってもらって、ビニール袋の個別包装をなくすために作っているパン用の、エコバッグみたいな感じですね。洗って繰り返し作ることができます。はい、このようなものを作っている私なんですが、実はですね、私も福岡出身で、U ターン組っていう風になるかなと思います。もともと福岡県田川市というところで生まれてですね、その後、高校卒業とともに大阪に行きました。大阪でファッションデザインの勉強をして、その時にテキスタイル、お洋服の服の生地ですね、の、柄のデザインっていうのに出会ってですね、あ、これは私は一生の仕事にするんだと思ってですね、でもその学校ではそれ以上その勉強ができなかったので、なぜかロンドンに留学してですね、そこで、テキスタイルの勉強を、やりました。で、その後帰国して、2003年、東京のヒロココシノっていうですね、ファッションデザイナーのもとでテキスタイルデザイナーとして、10年間働かせていただいて、で、2014年に福岡に戻ってくるわけなんですけども、そうですかね。はい、それでですね、実は私の移住の、理由っていうのがですね、移住したかったわけではなくて、母の介護です。帰ってこなければいけなかったっていう、ちょっと皆さんとはもしかしたら、ちょっと違ったネガティブな感じの理由なのかなと思うんですが、で、母の介護自体もですね、実は結構末期のがんだったので、すぐに終わってしまって、で、その後、自分でお仕事、何か見つけなければいけないってなった時にですね、やっぱり布の仕事がしたかったんですね。で、今まで結構デスクで図案、柄のデザインとかをやっていたんですけども、結構体中でですね、何かものづくりをやりたいっていうちょっと夢みたいなのがあってですね、で戻ってきてこう周りを見渡してみると植物がたくさんある、じゃあ植物染めをやってみようっていうことで植物染めを始めるとすごくハマってしまって、あ、これは私また仕事としてやっていけそうだ。でもそんな就職先はもちろんないんでですね、じゃあ起業しよう、自分でやるしかないっていうので起業を考えたんですけども、実はすぐに起業したわけではなくて、地域おこし協力隊っていうのになりました。私の隣町、田川市の隣町にですね、河原町、今も住んでるんですけどもっていう、町がありまして、そこでたまたま地域おこし協力隊、地域の活性化を図るっていう政策ですね、に、ちょっとちょうど応募があったので、で、河原町って実は干し柿が有名でですね、干し柿の原料となるのは渋柿、渋柿から作る染料、柿渋っていうのを私は作っていたので、じゃあ、河原町産の柿渋を作って、それを商品化して、地域おこし、活性化につながるんじゃないかっていうことで、その商品開発というミッションのもと、地域おこし協力隊になりました。で、2年間はしっかりとですね、商品開発とか、その他の、そうですね、その他でも仕事がちゃんと作れるように、グラフィックとかですね、あと、講師のお仕事とか、そういう準備をしっかりして、で、よし、これで、食べていけるぞと思ったタイミングの任期中の2年目にですね、起業して、で、3年目にはしっかりとご飯が食べれる状態になってから、任期を終えたっていう感じですね。で、この地域おこし協力隊になると、3年後、任期終了後に、企業補助金っていう100万円もらえるんですけども、それもしっかりと活用させてもらいました。とてもですね、いろんな準備をしながらお給料ももらえて、で、最後には補助金までもらえて、とてもいい制度、私にとってはすごくありがたかったなっていうふうに思っています。で、私の場合はですね、とても地域っていうものと今まで積み上げてきたスキル、技術とか経験とか知識ですね、がっちりとはまった田舎の企業の例になるんじゃないかなと思います。まず地域の利点として、私の商品はもちろん柿渋を作っているので渋柿が必要なんですけども、河原町に住んでみるとすごくやっぱりゴミになってしまう渋柿がたくさんあって、これは利活用できるっていうふうに思いました。で、みんなにとってはゴミでも私にはすごくお宝だったんですね。で、
プラス2つ目は、やっぱり家賃の安さとか、あと染めるのにすごく、広い土地が必要なんですけども、その土地っていうのも、広い土地っていうのも自分の手に入った。で、あとは、そうですね、水をたくさん使うんで、そういう井戸水もある家に住めたっていうので、そういう条件ですね、自分のものづくりに欠かせない条件っていうのも、しっかりとですね、合致したわけですね。で、そんな地域の利点プラス、あと商品作りに必要な縫製とか、そういう基本的なことは学校で習っていたし、生地の知識とか商品開発とか撮影とか、広報とか、そういうアパレルの知識は、10年間のアパレル生活でしっかりと身につけていた。で、さらにグラフィックとか、あとウェブサイトのデザインっていうのを少しやってたので、それも100%自分の事業に生かすことができたんですね。こういうふうになんかいろんなタイミングがすごくいい感じで混ざり合って、私はしっかりと起業することができたんじゃないかなと思います。で、そんな地域とか言ってる割にはですね、私は高校まで本当に田舎が嫌で嫌でですね、とにかく早く出たくて、都会に出たくて、すぐ大阪に出たんですけども、でも実際戻ってきた時に、見える世界っていうのがすごく一変したんですね。やっぱりビジネスとかいろいろな生き方の可能性とかいうのがすごく広いな、たくさんあるなって感じましたし、あとやってみたいことにチャレンジするハードルがすごく低い、お金がかからないからリスクが少ないとか、結構みんなが興味を持ってくれるとかですね。あと、まあ、職業柄結構植物っていうのを探すんですけども、もうあちこちにその植物があるからですね、これも私にとっては収入の源になるわけで、こういうのもやっぱりですね、知識とか経験とか技術とかがなかったらやっぱり見えなかったと思うんですね。そういうものを携えて戻ってきたからこそ見える景色が違ってきたんじゃないかなっていうふうに思います。で、とはいえですね、結構古い家なので、メンテナンスとか、あと虫とかですね、イタチが住んでたりとかですね、結構そういうマイナス面があることも確かです。そんな私がですね、皆さんに、これからもし移住とか田舎での起業とかを考えている皆さんにお伝えできることって思うと、まあちょっとバババッと箇条書きで書かせていただいてるんですが、特にですね、私の場合プラスで、ものづくりとかアーティストの方がですね、の田舎の移住っていうのを、あと、起業ですね。おすすめしたいなと思います。自分がそうだったんでですね。やっぱり広いスペースを持てることとか、自然が身近にあることっていうのはもちろんなんですが、都会に比べて家賃が安い、生活のコストっていうのをかなり下げることができるので、その生活のために働く必要、もうがむしゃらに働く必要がない、政策の、そうですね、制作の時間に大幅な時間を取ることができるっていうのはすごくいいことなんじゃないかなと、プラスのことなんじゃないかなっていうふうに思います。でも私がですね、こういうことを田舎でやろうと思うんですってアパレルの先輩に、昔々言った時はですね、移住してすぐぐらいに行った時は、そんな田舎でやってたって絶対売れないよっていうふうに言われて、あ、確かにそうなのかなと思ってたんですけども、今は結構 EC サイトもありますし、販路広げたければ東京の、展示会に出展するということももちろんできるし、うちの場合は結構インスタの DM からお取り扱いしたいですこれっていうご連絡をいただくこともあるので、結構ですね、田舎だから不利だなっていうふうに感じたことは今までそんなになかったですね。それよりも結構私は私のペースで自分の思いを大切にしながら好きな仕事ができてすごく幸せだなと日々感じていますし、あと起業っていうと結構前のめりなイメージもあるかもしれないんですけども、結構私みたいにですね、自分らしくちょうど良いペースで生きていきたいなっていう方にもですね、田舎の起業っていうのは結構おすすめだなっていうふうに思っています。はい、ということで私のお話はこれで以上となります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ次は、東京から、佐賀へ移住起業した事例です。山本さん、どうぞ。画面共有いたします。今皆さん見えてますでしょうか。それではお話をさせていただきます。皆さん、改めまして、合同会社ライトギアの山本と申します。本日はよろしくお願いいたします。私はですね、佐賀県に、東京から佐賀県に移住をしてきて、の起業をした
でございまして、そこの、まあ、いろいろとお話ができたらなと思いますので、今日は移住をした、きっかけから、よいしょ。きっかけから起業する流れ、あとは今実際にやってる事業についてのお話をさせていただければなと思っております。私が2019年9月に、着任を、まあ、地域おこし協力隊という制度を使ってこちらに来まして、9月1日で丸5年となります。で、もともとが移住したきっかけで言うと、まあ、地方移住にちょっと興味があったっていうのもありました。で、前職は俳優をしたりとか、あと番組のディレクターをずっとやってたんですけども、なんかその仕事をやってる中で、このままじゃなんか面白くないなっていうのが自分の中でちょっとありまして、で、そんな時に協力隊っていう制度を知り、で、地方イベントにこう参加させていただいた時に、でも本当たまたま一番初めに声かけていただいた方が佐賀県の職員の方で。で、そこからお話をしていくと、なんか面白そうだなっていうので、基本的になんかノリで、移住が決まったみたいな流れでございます。そして2019年の9月に、佐賀県の地域おこし協力隊として着任をさせていただいて、いろんなミッションがあるんですけども、私のミッションは主に地域の編集者というお仕事でございます。中山間地域に住む人と仕事にフォーカスを当ててこう取材をさせていただいて、まあ、地方にこう興味のある方々に向けたウェブサイトと、をやらさせていただきました。で、地域おこし協力隊って、丸3年の活動期間が、あるんですけども、私の活動期間が、途中から入ったもので2年半でございました。なので、3年間のこうスケジュールをこう立ててたんですけども、ちょっと2年半でやらないといけないなという焦りがありまして、結構この2年半の間、バタバタバタと自分の中でもこう進んでいった流れでございました。で、起業をしようと、端から思ってたわけではなくて、これもなんか流れに身を任せていたらいつの間にか起業していたっていう形でございました。本当に協力隊に着任をしてからすぐにコロナが流行り出しまして、なんかまあ隔離といいますか、人と人との距離感がちょっと遠くなってきた。そんな中に、なんか中山間地域ってなかなかこう人がこう来るきっかけがなかったので、何かこうきっかけ作りをしたいなっていうところに、まあ、コワーキングスペースという、なんか仕事をそのまま地方にこう持ってきていただけるような場所を作ったら、なんか関係人口が増えるんじゃないかというようなところから、コワーキングスペースを作ろうというので、プロジェクトが始まりました。で、そこから、まあ、起業するというわけではなくて、自分がこの先どうやってこう、飯を食っていくかみたいなところで、まあ、映像制作をちょっと主でいきたいなというところで、まあ、地域の方に知ってもらうためにも YouTube というものを始めまして、100日間連続投稿を続けていったんですけども、なので、コワーキングスペースの事業と、YouTube の投稿と、あとは協力隊の、事業と、いくつかこう柱をでずっと進んでいったんですけども、なかなかやっぱ中山間地域、空き家はあるけども貸せないという状況が結構ありまして、場所探しをちょっと一旦断念をしまして、で、まあ、100日間 YouTube の投稿をしていくと、まあ、終わったタイミングで本当に仕事依頼が来るようになりまして、で、その流れでもうそろそろすぐるくん映像制作の会社立ち上げてくれないかということで、これもなんかお話をいただいて、まあ、ノリで起業をすることになりました。で、うちの会社起業したものは、まあ、映像制作だけではなくて、まあ、コワーキングスペースであったりとか、他の事業をちょっと入れていきたいなっていうところで、まあ、その中の一つとして、キャンプ場を作りたいというのがあったので、場所の確保をしながら、コワーキングスペースの場所を確保しながら、まあ、これも作っていきながらですね、いろいろと進めていきまして、2021年の1月に合同会社、ライトギアという会社を作りました。で、主な事業で言うと、映像制作とコワーキングスペースとキャンプ場の運営、この3つを、主な事業としてさせていただいてます。で、映像制作に関しては、基本的にも皆さんが作りたいものを寄り添うというような形で、企画からディレクション、あと撮影編集まで一気にやるよということで、まあ、佐賀県内の映像をいろいろと作らせていただきながら、この間は中山間地域の方々のための映画を作成というところで、プロジェクトをちょっと動きまして、映画の作成、あとはコワーキングスペース、インフラが全然整ってないところでコワーキングスペースを作りまして、そこの運営、あとはキャンプ場の運営というのが3つの事業でございます。で、今日お話しするのはコワーキングスペースなんですけども、これ2022年の4月29なので今から2年前にオープンをしました。ここは2拠点生活の拠点づくりということで、まあ、いろんな方がこう、おとなしテラスに来て仕事をして、また違う場所に行ってもらうみたいなところから、プロジェクトが始まったので、まあ、中山間地域にどうやって人を呼び込むかっていうところの、スポットとして今作っております。で、ありがたい話に、ちょっとまあ、
場所的には山の中なんですけども、いろんな方が来ていただけるようになりまして、来場者も今2500人を超えてきていてですね、本当にまあ作らなかったらゼロ、作って2500人来たらよかったなという、なんか自分の中でも音無テラスというコワーキングスペースを作ってよかったなと、今思っています。ただ、やっぱりこう作るにあたっては資金面と集客面がめちゃくちゃどうしようかなと思ってですね、実際にこうコワーキングスペースも作ったことないですし、そういうふうな場所で集客をすることってできない、やったことがなかったのでどうしようかなと思ったんですけども、まずは自己資金30万円でまずできるのかっていうところから始まりました。あとは集客面に関しては、コワーキングスペースのセオリーって交通の利便性であったりとか、ネット環境だったりとか、あとは利用の自由度ってあるんですけども、うちに関しては電車もバスもなかったりとか、携帯電話がつながらなかったりとか、思い立ってもなかなか行けなかったりとかする。なんかそういうふうな逆境をどう乗り越えていくかっていうところをずっと考えながら、今事業を行っております。で、資金面に関しては、まあ、ゼロインフラというところで、電柱だったりとか、移動工事だったりとかも、全部そういうところからちょっと始めないといけなかったので、トータルで2100万円ぐらいはかかっている事業でした。で、クラウドファンディングで、300万円集めて、銀行の融資で1000万、あとは補助金と自己資金というところで、こう、かき集めて、なんとか2100万円集めて、今、事業をやっていると。なので、資金調達に関しては、まあ、30万円最初、まあ、手持ちしかなかったんですけども、なんかやり方さえ、分かれば、なんとかお金は集まるんじゃないかなと。あとはそれをどうやって収益を起こして返せるかみたいなところを考えていければ、まずスタートは切りやすかったかなと思うので、まあ、資金に関してはあまりこう、今となってはあんまりこう、ハードルには感じなくなりました。あとは集客面に関しては、音無テラス山の中にあるので、なんかある意味、こう、来たい人しか来れないというところで、なんかつながりがすごく濃ゆくなるところが利便性ではあるので、なんか人と人とがこう、組み合わせというか、呼び込む仕組み作りとしては、日替わり店長だったりとか、なんか自分たちがチャレンジしたいことを形にするっていうことをやったりとか、あとは宿泊施設に変えたりとか、あとはなんか僕も、役者やってたので、舞台作りをやってるのと同じような感覚で、音無テラスを使って皆さんがどう面白く表現できるかみたいなところを考えながら、まあ演出をしてるみたいなことをずっとやっていくと、今ありがたい話、まあ僕がいなくても音無テラスで企画を立てていただいたりとか、集客をしていただいたりとか、なんか面白い企画をバン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 と打ち出していただける方がたくさん多く出てきたので、なんか集客面に関してもそこまでこう、今困っているなっていう状況にはなってないという形になりました。で、他は映像制作、キャンプ場、コワーキングスペース以外には、講演会であったりとか、地方創生に関して、あとは発信業務であったりとか、あと教育、あと地域活性だったり、映像制作の映画作成だったりとかっていう事業をやっているんですけども、まあ、これトータルで見ると、僕は何をやっているかというと、地域活性という部分を、主でうちの会社はやってます。で、協力隊をやってみて、地域活性の地域という言葉って、なんか行政が考える地域活性って、やっぱエリアで考えて、エリアをどうやって盛り上げていくかみたいなところでこう、課題を投げかけられるんですけど、2年半終わった後に自分の地域ってどこやねんって考えたときに、なんか佐賀県というエリアで考えてなかったなっていうのが、なんか自分の中でこう、思ったことがあって、自分がいるところと、まあ、例えば佐賀県の唐津であったりとか、伊万里だったりとか、そこに住んでらっしゃる方々の、中にあるこの距離感みたいなところが自分の地域なんじゃないかなと思うと、この関係性の中でどれだけ面白いことができるのかっていうのは、まあ、民間ができる地域活性、それがどん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 とこうエリアが広がっていくと、まあ、行政が考える地域活性、エリアで考える地域活性になるんじゃないかなっていうところで、今は自分地域活性化ということで、もう自分たちが面白いことをどれだけできるかっていうところを追求しながら、今、事業をやってます。で、移住してみてやっぱ感じることは、なんか分からなくても飛び込んで本当良かったなとは思いました。なんかいろんなことも大変なことも多いんですけども、なんか悩んでいるぐらいやったらとりあえずやってみるっていう、なんかチャレンジできる場所がなんか地方には多いのかなと思いました。で、そういうふうな場所がなんか人を大きく成長させていただけるような形だなと思うので、これから移住を考えていらっしゃる方々、何か困ってるなとか、何かやりたいなと思ったら、もうとりあえず環境を変えて地方に飛び込んでみてるのもいいかなと思ってます。なので、僕は今一番自分が笑っていたいので、どれだけ面白いことができるのか、ニヤニヤしながら生きていっている山本すぐでございます。ご清聴いただきましてありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございました。次は、東京から熊本へ移住起業した事例です。サウラさん、どうぞ。はい、桜です。よろしくお願いします。画面共有します。
こちら見えていますでしょうか。はい。ではですね、私はですね、東京の世田谷生まれなんですけども、大体40まで、東京のど真ん中に住んでまして、非常にコンクリートジャングルでですね、大学もですね、やっぱりこの渋谷に、あったんですけども、やっぱりこう、どっかですね、息苦しさとか、いうものを感じていましてですね。で、ちょっと結婚を機にですね、妻の実家がこの阿蘇というところだったんですが、娘さんをくださいということでご挨拶に来たら、とんでもない、世界に来てしまってですね、非常にこんなところが日本にあったのかという驚きとともにですね、もう本当に手つかずの自然が残っているところですね。そこに2014年あたり、移住をしました。で、具体的に見せると、こんなような、本当地球そのままっていうような、状態のところがばかりですね。これ阿蘇山の山頂ですけど、東京ではもう絶対見れないような、天体ショーですよね。これが毎晩行われてたかと思うと、今まで40年、本当に損してたな、というふうに思うようになりまして、ですね、ここでできないかな、と。で、これが、うちの妻の実家の、田んぼだったりするんですけど、本当に田植えの季節になるとですね、全国のそのカメラマンさんが来てですね、撮影に来るスポットでもあるんですが、夏になるとですね、ホタルが飛び交って、本当に何ですか、日本昔話に出てくるような、場所でございます。で、その水源がですね、実は2つある小さな村で人口1200人ぐらいしかいないんですけど、この水源がですね、ここからコンコンと水が毎分30トン出てるという、とんでもない、神スポットなんですけども、そんなところに、非常に魅了されてですね、何かできないかなということなんですね。で、すみません、改めましたので、自己紹介ですね。私、佐浦雄雪と申します。で、職業はマーケターなんですけど、最初からマーケターだったわけじゃなくて、もともとは東京で宝石屋さんだったんですよね。で、現在事業はですね、そのマーケティングの人材育成だったりとか、あと、リモートコンサルでですね、中小企業のご支援ということで、毎月10万から50万ぐらいのですね、案件を3件取りながら、3件4件ぐらい取りながらですね、なんとか生きてるみたいな感じですね。で、地元で今何やってるかというと、経営幹部向けの観光型ビジネス研修、合宿みたいなことでですね、いわゆるこのマインドフルネスみたいな、ところでですね、思考を解放するみたいなことをやってるんですけど、それにプラスして今、地方創生にですね、ブロックチェーン技術を使った DAO ですね、NFT とか、そういった、新しいツールを使いながら、どうやって、地方を盛り上げていくかっていう、こうデジタルとバーチャル組み合わせる、そんなプロジェクトを今、東京の、企業さんとやってたりとかっていうことで、やっております。ただ、先ほど言いました通り、私も最初からこういう分野ではなくて、もともとは東京でですね、20代まではパソコンオタクだったので、普通に IT テクニカルサポートで、ひたすらインターネットトラブルとかですね、そういった、ハードウェアのサポートだったりとか、サーバーのサポート、そんなことやってたんですけど、だんだん面白くなくなってですね、30代になって、実家が宝石業だったんで、宝石屋さん始めることにしました。で、実はその中でですね、だんだん、ここね、ちょっとここに書いてますけど、ブランドとは何かっていうことに非常にこう、興味を持つようになって、で、実はブランド、皆さんご存知だと思うんですけど、老舗企業って世界でナンバーワンなんですね、日本はですね。圧倒的に、要は200年以上続く企業って日本なんですよね。じゃあなんでそういった、今サステナビリティとか言ってるけど、実は日本に学ぶことってめちゃくちゃあるんじゃないの？というところの中で、実は老舗企業には神棚があるんだよね、みたいな。ちょっとこのマーケティングと、信仰みたいなところに非常に興味があってですね。で、そこで40代で出会ったその妻と結婚しまして、そこから老舗といえば旅館だよねというところで、なかなか農業に、農家になるちょっと、自信がなかったもんですから、じゃあ観光だということで、宝石ではなくて観光のブランディングをやっていこうというようなことで、旅館の事業再生コンサルということで、布団敷きからですね、何からいろいろやってきましてですね、
実際ですね、この黒川温泉の現場で、フロントやってたこともありますし、やっぱりこういった、老舗企業には何か秘密があるのに違いないというのは非常に興味なんですね。それをずっとこう、いろいろ現場で、体感しながら、うまくいく旅館とうまくいかない旅館みたいなことを、やるようになっています。で、ご存知の通り、こういったですね、今、インバウンドのお客様が非常にこういったですね、造形に興味を持ってですね、お越しになりますので、そういったことを、やはり説明できる人材が必要だというふうに考えてまして、いろいろ今やっております。で、まず移住して分かったことをですね、これ、とにかくまず良かったことは、先ほど皆様おっしゃってた通り、この可処分所得が、増えます。なので、生活コストが3分の2ぐらいになってですね、とにかくこれ、お金っていうのは時間なので、この家族とのとにかく時間が増える。今まで話したこともなかったような、時間が増えるということと、あと子供の倫理教育ですね。そういったこう命みたいなことっていうのが、すごく考える機会が増えるようになってですね。やっぱりこの見たこともないような言語道だったりとか、うちの村だと、あれですね、キジが飛んでたりとか、普通にですね、普通ですね。で、鹿なんかもしょっちゅう出てきますし、キツネもいますし、いろんな動物が出てくるっていうのを、やっぱり子供とですね、驚きを共有しながら、やっぱり命をいただくみたいなことって、食育みたいなことは普通にですね、上から教えることでもなく、うさぎ狩りとかですね、普通にそういったことも昔からありますので、非常にこう、いい時間ですよね。で、また自分自身も学び直しの機会ということで、リカレント学習とか言ってますけど、実は、地方のこの、残ってるこう文化だったり、お祭りだったり、そういった儀式の中に非常に学びが多いなというところですね。で、そんな中でやっぱり移住してですね、非常にこの自分の価値が高まったなって感じるのは、本当に都会の経験っていうのがですね、価値が増大するなと思うんですが、普通に都会で常識のこともですね、ちょっと怒られちゃうかもしれないですけど、IT リテラシーみたいなことも非常に重宝されますし、あとお宝発見ですよね。地元のここに残ってるこういう地名は何なんだろうとか、そんなことをですね、発掘していくと、その地元の方に気づけなかったような価値っていうのが、掘り起こせたりするので、結構重宝されるというか、その観光の価値を上げるみたいなこともできたりするのかなというふうに思います。で、あと、こうすればよかったなっていうのはですね、やっぱり土地柄の事前確認ですね。これ、私の場合はですね、ちょっとなかなか選べなかったんですが、やっぱりこう地名とか、方位とか、そこに残る歴史とかって、もともと地元の人が信じてることがあるので、そういったこともちゃんと調べておくと、住みやす、行きやすいのかなっていうところとかですね。あと、これはちょっと盲点だったんですけど、私も本当にバスがですね、5分おきに来るみたいなところに住んでたので、自動車がですね、家族一台、一人につき一台必要だみたいな発想って全くなかったんですけど、やっぱりこういった移動手段ですね、これはもう絶対確保しておいた方がいいよねとか、あと、とにかく最初はね、孤独なんですよね。なので、友達もいませんし、やっぱりですね、最初はいかに挨拶しておくかとか、地域のイベントになるべく参加するとかですね。あと、一番いいのは仲間と移住するみたいなことが、すごく、理想ではあるんですけども、そうしたことがすごく大事になるかなと。で、あとは、最終的にちょっと私が言いたい結論としては、このオンラインの収益っていうのをある程度確保するしてから来た方がいいかなっていうふうには思いますね。今、いくらでもリモートワーク、募集してますんで、今のスキルをね、そのまま、地方でも活かせますし、私自身、ほぼ8割、9割ぐらいですね、このリモートワークで食べてますんで、結論ですね、田舎企業って実は、自己実現の最強手段なんですけど、ただしね、夢見すぎちゃうと、ちょっと、行き詰まってですね、帰ってしまうって方も結構いるんで、やっぱりオンラインの収益の柱っていうのは、ある程度移住前に計画しておくといいのかなというふうに思います。私からは以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。次は福岡から鹿児島へ移住起業した事例です。田口さん、どうぞ。田口です。田口ですけど、今日はサラリーマンでさせていただきます。鹿児島からでございます。拙者、移住して鹿児島市に忍んでおります。はい。私はですね、脱サラリーマン型不完全忍者、サラリーマンと申します。なんと、忍者が本業でございます。はい。有志もおりません。不可能と言われたこの忍者の授業を、なんと、激戦地の福岡県で10年間、頭巾1枚で戦ってきました。はい。そういった実績と戦略、戦術、折れない心。こういうのが私の武器でございます。今ちょっと折れそうですね。
これご存知ですかね、サラリーマンラーメンですね、福岡で売っておりました。ANA で売ってましたからですね、はい、4000個販売しました。平山の術でございます。はい、インスタもやっております。これ、ハトシショートですね、自分作りが大切でございます。1400いいねとかもらってますからね、さらに米を作ったりもしてます。まあ、お約束ですね、こういうのも出しておきます。ただ、お気をつけください、皆様。はい、なりすましがいますので、この人たちは気をつけてくださいね。一応、この人たちのも出しておきます。はい。私はに、福岡の、西日本新聞、一面トップカラーで飾りました。サラリーマンです忍者ということでございます。笑っていいと思うんですね。ギリギリ間に合いましたね。出させていただきました。おはよう日本で私の特集をしていただきました。全国放送でございます。そして韓国のプサン日報、なんか勝手に載ってましたね。内容はよくわかんなかったです。そしてワールドニュースで私、世界まで行かさせていただきました。そんな福岡時代でございます。そしてなんと私、そうですね、歌手デビューもしております。はい、ぜひ調べてみてください。さらに今、君だですね。これ、アンパンマン君だからパクりましたですね。ぜひ歌ってください。本人映像も入っております。作詞サラリーマンでございます。なんとですね、カラオケ画面、これよく見てください。3代目と澤田研二の上にいますからね、はい、ちょっとプチ炎上しましたですね。ぜひ見てください。そして、このビジネスとして認められました福岡商工会議所の表紙、神セブンに選んでいただきました。はい、私はこれビジネスでやっております。神セブンです。これに乗った途端、なんとそうです、保証協会さんからですね、融資がおりましたね。ようやくおりました。こういうことが大事みたいですね。そしてなんと霞が関でございます。はい、皆さんご存知、小規模持続化補助金ございます。これなんと3回連続で受託したのがですね、九州で何社か、日本で数社しかいないということで、私その1社でございます。商工会議所からご推薦いただき、なんと経済産業省に、行きました。周平さん止められたんですけどね、松村副大臣からいい友達だよって言って中に入らせていただきました。そういった記事も福岡の企業さんにレポートとして参りました。そんな福岡時代でございました。そしてここで高子さん、やっと優勝を 受けました。はい、ようやくでございます。ありがとうございます。そしてコロナに突入。そうです。私はすべての仕事がなくなりました。広告、イベントの仕事でしたかね、全部なくなりました。まあ、お昼に、ね、お仕事行けるようにと思って、夜勤のアルバイト3年半、まあ、闇の中におりました。でも私はなんとか前進しなきゃいけないということで、そのためにガソリンがいります。ガソリンって何かというと、やっぱりお金ですね。夢をつなぐために私にはお金が必要です。そして夢をつなぐために今、鹿児島に来ております。1年半経ちました。いろんなお金がかかります。いろんなものがかかります。このお金、私どうやって準備しようかなと思いました。そうです、これリアルな紙ですね。そうです、広子さんからしっかりお金を借りてまいりました。はい、助かりました。夢をつなげております。じゃあ私がなんで鹿児島に来たんですかということでございます。私が鹿児島を選んだ9個の理由があります。それをお伝えしていきます。実は縁もゆかりもない鹿児島市、こちらでビジネスをしております。お金借りて移動して一人暮らしですよ。家族誰もついてこなかったんで一人暮らしです。はい、これ私の今3万円のお部屋ですね。3万円のお部屋、なんか真ん中になんか変なのありますね。これは何かなというとですね、これ洗濯機置き場ですね。洗濯機置き場があります。そしてガラスもう割れたまんまですね。灼熱の夏、冷蔵庫がない状態でございました。はい、いろんなお部屋でございますけど、私は毎日、特殊な訓練を受けております。はい、そして私はこの鹿児島でなんと1人だけ仲間がいました。1人だけ仲間がいました。皆様にお伝えしたいです。自分のことを理解してくれるパートナー、この存在が必要かなと思います。1人でもいいんです。はい、鹿児島食べ物がいいです。どこの県でもそれは言いますよ。どこの県でも。それは私が身をもって、表現したいと思います。福岡時代、こんなにスマートな、サラリーマンでしたが、鹿児島、ちょっとね、お腹のあたりがちょっと揺れてます。そうです。体重が1.2倍になりましたもんね。そうです。食べ物がいいので食べ過ぎてしまうんですね。そういう術を使わせていただきました。全く痩せる気配がありません。そして鹿児島、地形があります。この赤い真ん中何でしょうかね。星のマーク、いろんなところから見ますと、そうです、どこから見ても桜島があるんですよ。どこから見ても桜島、振り返れば桜島がいます。こんな地形があるとか他にはない。人がいい、これどこの県でもいます。どこの県でも。それがですね、これおばあちゃんたちの会話を聞いてたんですよ。はい。ね、人も上がったがって。めちゃくちゃ鹿児島弁に私癒されます。めちゃくちゃ癒されます。鹿児島弁のおばあちゃんの会話ね、聞いてました。福岡で争い狂って行き過ぎてた私がですね、なんかもう穏やかな気持ちになりました。はい、なんか真っ当な人間になりそうです。真っ当になりたかったら鹿児島に来てください。
そして鹿児島、独特な地名の読み方、方言も独特なんですけども、これ皆さん読めますか？これ川内？違いますね。仙台と読みます。これ中山？違いますね。中山ですよ、中山。これ名山？違います。名山です。そしたら一番最後皆さん分かりますか？これ谷山。これ普通だったんですね。もう読み方に私も毎回翻弄されております。そして、あまりざわつかない。私、こう見えても福岡ではもうめちゃくちゃファンに囲まれてましたけど、鹿児島では何者みたいな感じで慎重な扱いを受けております。はい。もっと寄ってきてほしいんですよね。で、この頭巾で営業してますけども、頭巾取ってこいと言われたのは鹿児島県だけです。ものすごく慎重な扱いをされております。はい。よく、警察が私の近くに来ます。そして、飲み会がとっても多いです。飲み会。しかも、夕方6時からスタートですよ。ありえない速さですね。6時からスタートします。ただし、飲み会に行きましたら、すぐ仲間にしてくれます。人と人の距離が近いですよ。親身になって、なんかいろんなご紹介もしていただけます。飲み会は6時からスタートです。はい、こんな感じですね。すごく、飲み会は多いなと思ってます。そして、まるまるに敏感です。鹿児島の方、いつも傘持って歩いてます。なんでかなと思いますよね。そうです。火山灰が降るんですね。桜島、どん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 爆発します。火山灰が降ります。私もですね、これ透明傘の術とか使ってますけどね、全く効き目がないですね。皆様お気をつけください。そして防災に敏感じゃないかなと思います。鹿児島の中心には桜島。噴火は生活の一部なんですね。はい。で、火山灰が目に入ります。目に入ります。目に入ったらこすってはいけません。ダイヤモンドだと言われてます。そうです。瞳はダイヤモンドですね。私、よく涙流してます。コンタクトなんで。そして、鹿児島で初のサラリーマンセミナーがあった当日のお話をちょっとしますね。私の担当からですね、朝から桜島が噴火しておりますと。これ、阿蘇山とかでは大変なことですよ。なので私、これセミナー中止なんだと。慌てふためきました。そしたら、担当の方が桜島が関係しておりますということですね。これ常識なんだということで、衝撃を受けました。カルチャーショック。桜島と、噴火と皆さん生活が一部ということでございます。そして私、尖って生きてきました。そんな私に、ね、すべてを失った私に、鹿児島の皆様は親切にしてくれます。仲間がどん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 増えていきました。はい。すぐ飲み会、これ6時半ぐらいの状態ですね。飲み会が開かれます。はい。私のダンスチームとかもできましたね。はい。そして、私の、仲間、どん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 増えております。1年半でたくさんの、仲間が増えております。やり続けていれば、どこかで誰かが見ていてくれます。そして私は去年の4月から鹿児島でこの忍者リブランディングをしております。はい。鹿児島を今発信しております。皆さんご存知ですかね？イッシーって言います。一見でこのイッシー。この前見に行ったら、イッシーよく見ますか？2匹になってましたからね。びっくりしました。仰天でございます。そして私、サラリーマンのですね、ブランディング講演ということで、鹿児島市総市役所、いろんなところで講演会をさせていただいております。はい。もう知事にもお会いしましたからね。知事は、くせ者って言ってますね。もう知事にもお会いさせていただきます。そして、鹿児島市の大きなイベント、マグマ焼き芋電車というのがあります。よく見てください。そうです。来賓ですね。意味がわからないですね。私、来賓でございます。鹿児島市長も何者とびっくりしてましたね。結構行政入り込むのが得意なんで、この忍者はですね。そして、焼き芋電車の新聞。そうです。私が出ました。ただし、私のことを新聞記者誰も知りません。そうです。焼き芋を楽しむ参加者ですね。サラリーマンのサの字も出ておりません。リブランディング失敗でございます。そして、テレビも出ました。はい。これがチョコレートプラネットさんと JP さんですね。生放送台本なしで来ましたからね。バン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 私はサラリーマンを繰り返してきました。ただし、私の紹介がですね、ジャガ太郎になってましたね。はい。全く私の、リブランディングうまくいっておりません。特殊な修行を積んでおります。そして、まるまるが喜んでくれた。実は私の父親は鹿児島県出水市出身でございます。はい。そうです。私の親が喜んだのは韓国の新聞ではなくて、先ほどの鹿児島の南日本新聞、喜んでくれました。で、親が喜んだワールドニュースじゃないですね。鹿児島の読売テレビ、これに出た私を喜んでくれました。なので、鹿児島に来てやっと親孝行ができたかなと思っております。さらにさらに、そうです。10年前、福岡でお会いしました、ある森友さんって方ですね。お会いしました。10年前お会いしました。で、今現在、なんと、2人で歌手デビューをしました。はい。こうですね。こういう感じで、YouTube も上がってますので見てください。再生回数85回なんで、皆さんぜひ見てくださいね。85回しか見られてません。はい。しかも、オール鹿児島ロケでございます。鹿児島に来た意味があります。そして、これですね。すべての音楽サブスクに入ってますので、嘘だと思ったら探してください。お願いします。はい。今日見られている皆様、私のこの名刺手裏剣、プレゼントしますんですね。鹿児島でまで取りに来てください。はい。私が選んだ9つの理由でございます。10個目何かがありますね。鹿児島に行きたいと思う方、皆さん、そうです。サラリーマンがいますよ。サラリーマンが。
皆さん、鹿児島においでよということでございます。はい、私は今、鹿児島で地域を元気にするイベント、そして夢を見続けることの大事さ、そういった講演活動させていただいております。最後に皆様、移住してビジネスを成功させる要素3つお伝えしておきます。これです。使命、覚悟、パートナー、これが必要です。使命、自分の武器は何なのか、覚悟、何を決めて何を立つかです。皆様、決めるだけです。立つことが大事です。そしてパートナー、何でも語り合える仲間がいるか、この3つが必要ではないかなと私は思っています。苦しみから抜け出す方法はたった一つ、他の人を喜ばせることだ。はい、私はもうこの鹿児島でスターを探してます。皆さんも無敵にできますよ。ぜひ鹿児島に来てください。ありがとうございました。ではドローンします。ニンニン。はい、ありがとうございました。以上4人の移住企業の事例発表でした。次は各県の企業ビジネスのチャンスについて説明いたします。これから発表する各県の情報につきましては、情報を掲載しているサイトがございますので、セミナー最後にこのサイトを皆様にご案内いたします。それでは各県のビジネスチャンスについて佐賀県からお願いします。はい、皆さんこんにちは、佐賀県よろず支援拠点の今里と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、佐賀県の注目トピックについて、注目の事業ですね、ちょっと紹介させていただきたいと思います。まず佐賀県ですけれども、皆さん九州の中でも佐賀県は、どこにあるのっていう、そういった方が多いんですけれども、九州全体とってもいいところなんですけれども、佐賀ものどかでとてもいいところなので、ぜひ今日知ってください。一つはですね、農産物、これ九州どこでも農産物非常に盛んですけれども、佐賀の方では米麦大豆ですね。今年夏ちょっと米不足とかそういったニュースすごく見たんですけれども、佐賀では、たっぷり米があります。はい、で2つ目ですね、2つ目は水産物です。呼子のイカがすごく有名なんですけれども、これは佐賀県唐津市の呼子というところにあります。それと有明海苔ですね。今インバウンドで東京にはたくさん海外の人から来られてるかと思いますけれども、そこで巻き寿司の紹介がテレビでやってましたけれども、その海苔は有明海苔が、ほとんど占めてますね。はい、で3つ目、観光資源もあります。もう自然そのものが観光資源かなと私は思いますけれども、やはり温泉がとても有名です。それから、卑弥呼様がいたんじゃないかと言われている吉野ヶ里遺跡と有明海ですね。先ほどの有明海苔が養殖されている有明海もとても観光資源として皆さんがたくさん訪れてくださっています。4つ目はですね、伝統工芸品です。有田焼とか聞いたことある方いらっしゃるかもしれませんが、佐賀県は焼き物が非常に伝統があります。とっても美しい柄なんですけれども、最近は何でしょうね、現代風にアレンジされたものもたくさんあって、とても人気があります。毎年ですね、5月頃焼き物っていうのは窯開きっていうことが、ゴールデンウィーク中にたくさんのあちこちの窯が窯開きをするんですけれども、そういった時にはですね、有田見本市とか非常に大きな焼き物市があっていて、全国から人がたくさん来られています。と5つ目ですね、こちらは家具建具って書いてありますけれども、実は家具の名産地なんですよ。ものづくりが非常に伝統的に盛んな地域ですので、家具の会社さんがたくさんあります。そのグループが一つあるんですけれども、世界的に非常に活躍しているグループがあるんですね。ニューヨークに行ったりですとか、世界中のあちこちで家具を販売している会社さんもあります。で6つ目なんですけれども、佐賀県の鳥栖市というところがありまして、そこは物流の拠点になっています。アマゾンですとか大きな会社の倉庫があったりするんですね。でちなみですけど、佐賀県鳥栖市の方たちは、自分たちは福岡県人だって言ったりしてます。なんでかっていうと、高速道路をですね、通ってると福岡県と鳥栖を通ってまた福岡県みたいに、福岡県の中に鳥栖市って食い込んでるんですよ。でもうそもそももう鳥栖って福岡なんじゃないっていうふうに、福岡も鳥栖も思っていますけれども、そんな感じで物流の拠点になっているので、非常に賑やかに人が行き交っています。ちなみに佐賀県で一番県外の人が訪れるのがここ鳥栖市にあります。何というところかというと、鳥栖アウトレットモールといって、ブランド品がちょっと安く買える、ちょっと行っただけですね、外国に行った気分になれる
ショートトリップができる名所になっています。はい。それから7つ目なんですけれども、実はですね、佐賀県はコスメティック構想といって、コスメの、非常に力を入れている地域でもあります。それから健康食品産業ですね。佐賀県は、農産物が非常に有名と言いましたけれども、コスメの原材料の産地でも有名です。で、原材料がですね、これだけ豊富に取れてるっていうのが、実はあまり知られておらず、意外と、あ、この商品も佐賀の原材料を使ってるんだなというふうに、私も佐賀で仕事して初めて知りました。はい。これらの資源を生かしてですね、盛んになっているのが、この6次化産業。6次化産業っていうのは、生産者さん、農家さんが、加工から販売まで、一気通貫して手掛けることです。これが非常にですね、今盛んに行われていて、私、よろずの方でもですね、農家さんたちの相談は年々増えているところです。で、その農家さんたちも新規就農受け入れということが盛んに行われていまして、新たに農業にチャレンジするという人たちも移住者の中では増えているかなと思います。それからグリーンツーリズムですね。これますます農業体験ですけれども、ますますこれから先注目されていくんじゃないかなというふうに思っています。県外やインバウンド海外の方ですね、が体験するために佐賀を訪れていらっしゃいます。それからですね、佐賀、観光業の多角化。どういうことかと言いますと、やっぱり今体験型の観光ってものすごく全国的に盛んになってるかなと思います。佐賀ではですね、陶器の体験ももちろん、茶畑でお茶をいただくとか、あと有名なところでは有明海の干潟でガタリンピック、干潟にみんな飛び込んで、アニメにもなりましたけれども、泥まみれになって遊ぶっていうことも非常に人気になっています。ちょっと上げたらキリがないぐらい体験型観光は今増えていってます。と、三つ目ですね。農産物が非常に豊富ですので、食品加工業が非常に多いです。あの有名なアイスクリームも佐賀なんだっていうのが来たらわかるかと思います。はい。と、四つ目は、IT 産業ですね。実はですね、IT 産業、先ほどですね、冒頭にありましたように、九州全体が IT 産業非常に盛んなんですね。で、佐賀の方では、ちょっと有名な IT 企業さん実はいるんですよ。なので、例えば農家さんと IT の仕事が合体して、ドローンで散布したりとか、IT と農業の合体っていうのがどん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 出てきています。それと医療系と IT の融合も進んでいます。ただここには書いてませんけれども、医療の街というふうな言われ方もするぐらい医療も盛んなんですね。はい。で、これは、地域の動きですけれども、行政の方で推進しているカテゴリーになります。大体 DX、GX の推進、デジタルトランスフォーメーションとグリーントランスフォーメーションですね。それからスタートアップ支援、それから強みを生かす支援ということで、大体 DX とスタートアップ、それからものづくり、こういったものに対して、行政の方も力を入れて、それぞれに専門のホームページが立ち上がっていますので、よろしかったら皆さん検索して、いろいろ見てみてください。はい。それから創業支援です。佐賀県の方に移住して起業するときに活用できる資金の支援施策は、大体ここに載せている、これだけたくさんあるんですけれども、年々これらがすごく充実しているなと思います。主なものでですね、上の方にありますけれども、佐賀企業支援金っていうのはかなり、いいなと思っています。詳しくですね、このあたり聞きたい方は、佐賀県よろず支援拠点の方までお尋ねください。それからこちら、創業支援のビジネス支援プログラムの方です。佐賀ではですね、やはり有名なものというか、非常に力を入れているのが、この佐賀ラボチャレンジカップっていうビジネスプランコンテストがあるんですよ。で、こちら毎年毎年たくさんの方が応募されてるんですけれども、ビジネスコンテストでですね、優勝すると、県知事の表敬訪問もありますけれども、先日できた佐賀アリーナという非常に大きなアリーナがあるんですけれども、そこでプレゼンテーションすることができます。認知度を高めるにはですね、ビジネスプランコンテスト、アイデアベースでも構わないです。こういうアイデアでビジネスを起業したいと思ってるというアイデアで、佐賀ラボチャレンジカップに参加して、そこからたくさんのプログラム支援を受けられる方の、企業も増えていってます。ちなみにこれ、佐賀県で起業する人が対象です。
3つ目はですね、無料の経営塾や相談会も盛んに行われています。佐賀県よろず支援拠点ではですね、企業塾っていうのを年に3回やっておりまして、一般的な企業塾と、あと、後継者の経営塾、それから女性だけの経営塾っていうのをやっていますので、ぜひこういったものもご活用ください。ちなみに佐賀の移住企業の流れです。起業したいと思われた方はですね、まず東京の方は東京の有楽町にある移住企業相談会定期的に開催していますので、こちらに参加されてみてください。で、佐賀県よろず支援拠点もオンラインでサポートが可能です。オンラインで全然サポートできるので、遠慮なく何でもお尋ねください。こちらがよろずのコーディネーター一覧です。みんな待っております。ちなみにトリビアなんですけれども、佐賀空港って駐車場が無料なんですね。で、アニメの聖地で、ゾンビランド佐賀、ユーリオンアイス、それと3つ目、副知事が漫画のキャラだよっていうところが佐賀トリビアでした。最後になりますけれども、私と一緒によろずで支援してます、黒木コーディネーターですね。私たちが待ってますので、皆さん遠慮なくお越しください。以上です。はい、ありがとうございました。次に鹿児島県からお願いします。はい、鹿児島県です。私もですね、移住をしました。6年前ですかね、福岡から、この鹿児島の地に、やってまいりました。なんでかってよく聞かれるんですけど、皆さんもそうだと思うんですよね。何を人生で求めてますかね。人生で何が楽しいですかね。人生の何を挑戦してますかね。っていう、僕は一回、もう一回人生挑戦したいなという思いで、鹿児島に来ました。人生一度きり、新たな場所で、人生をやったときに、変化から進化したいなっていう思いで、この鹿児島の地にやってまいりました。なので、鹿児島のね、少しでも魅力が伝わったらいいなと思っております。南の宝箱鹿児島っていうのが今年のキャッチフレーズでこう上がってるんですけど、鹿児島を東京で聞いた場合、私も結構マーケティングしたんですけど、なんと思いますかって言われると、結構ですね、この右上にある白熊って言われるんですね。食べたことある人いるのかな？僕らで年に1回食えばいい方かな。観光の方はね、よく食べられるんですけど、美味しいので、ぜひこの白熊。黒豚もありますよね。黒毛和牛。そういう黒っていうつくものや、水産物もめちゃめちゃ、美味しいものが取れます。ここにね、右下に見えてるような焼酎。これですね、先ほどうちの忍者の方からいろんなプレゼンがあったと思うんですけど、なんと焼酎王国、芋焼酎ですね、発祥の地、この鹿児島、約2000種類あります。先ほど田口が言ったように、6時からの飲み会、当たり前です。で、大体ですね、10時半ぐらいにはもう帰ります。朝が早いんでですね、帰ります。で、こういう食と言われるような、グルメと、あとはレジャーですね。皆さん、何が楽しいですかね。レジャー、そして仕事、そしてロマンがないと、何にも面白くない。僕はそれを今日、今から皆さんにね、ご紹介したいなと思ってます。鹿児島という場所は、43の市町村があって、奄美群島、世界遺産に登録された奄美群島ですね、奄美大島、徳之島、左側にいっぱい島があると思います。私も先週、奄美大島、行ってきましたけど、すごいビーチがあってですね、綺麗で、いいとこだなってやっぱ思いますし、屋久島、世界遺産の屋久島ですね、本当にパワーを感じる、そういったところにですね、大体ひこ、まあ、そうですね、飛行機だと1時間ぐらい、種子島、屋久島っていうところには、大体1時間から1時間半ぐらいで行ってしまいます。ちょっと遊び行こうかなっていう感じで、ピュッと乗ってしまえば、パッとリゾート地に着いてしまうっていうのも魅力の一つかなと思います。値段もね、そんなに、高いわけでもなく、いけるのかなと思ってます。あとはやはり、先ほどの佐賀じゃないですけど、温泉地ですね。
普通に温泉が、こう町の中にいっぱいありますので、だいたい300円ぐらいで入れます。なので私の肌もツヤもピッカピカになりますなので宗さんね、本当に銭湯行くっていうんですけど、銭湯がもう温泉ですになってるので、ぜひ癒しに来てみてください。で、今日はね、皆さん移住と創業の話なので、田舎っぽくこう薩摩ってこう感じるのかなと思うんですけど、実はですね、この県内50カ所にですね、コワーキング施設があります。左のこう点がポチョ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 押してあるところで、どうせダサいんだろうとかっていうのもあるかもしれないんですけど、めちゃめちゃおしゃれです。綺麗でおしゃれなコワーキングがこの 3,4 年の間にどんどんできていきました。なので、おしゃれにね、お仕事したい方も、できるのかなと思います。お仕事としてですね。で、これは双方鹿児島といいまして、鹿児島市が運営している、創業のビジネスインキュベーション施設になります。ここにいろんな仲間たちがいて、出会いがあって、創業からだいたい3年ぐらいとかはですね、鹿児島市のど真ん中で家賃、そうですね、いくらかな、5万6万ぐらいで、借りれちゃう、そういう場所で企業をサポートしている場所もあります。マーク名山もロゴがおしゃれ、もうなんせ見てください、椅子赤ですからね、もうおしゃれ以外の何物でもない。こういうところもですね、もう本当に市内から歩いて5分ぐらいのところにありますので、こういう施設で、なんですかね、事業登録しながらやられている方もいらっしゃいます。実際に去年はですね、東京から2名の方が移住されました。海が見えるような場所で、デザイナーさんだったんですけど、移住してやってみたいっていうことで移住された方や、女性で、東京でロールキャベツをすごく売ってらっしゃったらしいんですけども、鹿児島で、ロールキャベツ専門店をやってみたいっていうことで、今創業に向けて準備をしているところです。注目のトピックというところでは、いっぱい書いてます。横文字バーとかですね、文字いっぱい書いてます。これ読み寄ったらですね、皆さんを眠らせる自信がありますので、ちょっとここはね、皆さんこう目にシャッターで焼き付けてみてください。ちょっとその中でも、あ、面白いなと思うところに目がついた方、そうなんですね、注目事業のど真ん中、鹿児島県宇宙ビジネス創業推進研究会、なんと種子島はロケット基地なんですね。なので、県を挙げて宇宙に対するいろんなビジネスモデルを、創出したり助けたりしようということで、宇宙ビジネス、なんとロマンがあるじゃないですか。ロマンを感じにやってみてください。しかしそれでも不安な方いっぱいいらっしゃるかなと思います。うわー、どうしようかな、どれがいいのかなとか思う方、ご安心ください。はい、私も踏まえ忍者がいます。鹿児島にはですね、鹿児島県よろず支援拠点、がいます。約30名ぐらいですね、方がいます。本当に資料と言われる方から、IT クリエイター、もういっぱいいます。この中に約移住者が11名です。30名中11名が移住者で、先ほどのちょっとお話にもありましたけども、地域おこし協力隊の方が約7名、男女比で言ったら女性が約11名、3分の1が女性。今日ですね、女性の方がいらっしゃるのか分かりませんけど、鹿児島に行って創業してみたいわって言ったら、僕みたいなゴワゴワの男性じゃなくて、女性がきっちりと対応していきます。現在36カ所にですね、よろず支援拠点を配置しております。セミナーもいっぱいあります。勉強したいなと思えばぜひ勉強してください。そして先ほどのね、回帰センターさんの移住創業の相談会、こういうのもやらさせてもらっております。創業塾もやってます。なんと女子会もやってるんですね。私ども、今年だけでも約24回ほどやってます。女性の、コミュニティ、こちらに来てどうしようかなという方も、このコミュニティを作っておりますので、ご安心ください。それでも不安な方いっぱいいらっしゃると思います。うわー、どげん紹介なって。その時はですね、もう一回宣伝します、満足度調査1位です、事業者の方からよかったって言われる全国1位のこの鹿児島、ぜひね、来てみてください。ということで、鹿児島の発表は以上となります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。次は熊本県からお願いします。
はい、再び、先ほどの佐倉でございます。熊本といえばですね、まずご覧の通りですね、3つあるかなと思ってまして、まず1つはですね、とにかく阿蘇を代表とする大自然があるということと、やっぱり熊本城を代表とするこう文化ですね、そういったものが、残っているということですね。で、あと3つ目ですね、これが結構今、非常に話題になっているテクノロジーなんですけど、まあ、具体的にはですね、この熊本県の今、一番の注目ポイントとしては、やっぱりこの21世紀の石油、また、ね、産業の米とかって言われますけど、TSMC と言われる台湾の、企業がですね、まあ、半導体の、メーカーですよね。こちらがですね、まあ、工場を作っているということで、今非常にこれ、話題になっていてですね、もう昨年あたりからものすごい、変化が起きております。で、実際今第一工場ができてですね、まあ、本当に人の流れから、こう仕事からですね、またその不動産価値からものすごく勢いでですね、今、変わっているわけで、で、実はもう第二工場もですね、このできるということで、まあ、この実はこの裏にですね、ソニーですね、またこの東京エレクトロンさんとか、まあ、そういった企業さん、一流の企業さん、メーカーさんですね、が、やっぱり熊本といえば、とにかくこの、水がめと、九州の水がめとかって言われますけど、水がですね、非常に綺麗なんですよね。なんで、まあ、それがですね、やっぱりこう、半導体の工場には欠かせないということで、まあ、まあ、この TSMC の進出をきっかけにですね、あらゆる、大きな企業がですね、ものすごい投資をしていると、いうことが、まあ、新聞ニュースで出ております。で、その経済効果はですね、2031年までになんと6兆円から20兆円ということで、とてつもない数字になっていて、これからどうなるのかわからないんですが、本当に鉄道とかですね、まあこの道路なんかも、まあ、ものすごい急ピッチで進んでいてですね、まあ本当に大変なことになっております。で、ただですね、ここで我々零細企業、中小企業が、こう考えるべきは、やっぱりこの半導体特需ですね、こういった超単位の経済効果があるとしてもですね、やっぱり特殊な技術を持っている、この人材というのは、まあ、恩恵を直接受けますけれども、やはり、これをですね、今からスキルを身につけて、じゃあその工場で働くんだっていうわけにはいきませんので、じゃあここでどういうような起業をすべきかというところだと思うんですね。で、まあ、これ有名な言葉ですけど、ドラッカーが言ってる通り、まあ、すでに起きた未来ということだと思うんですね。でも、この出来事そのものよりも、この変化による影響を機会と捉える。視点、これが非常に重要になるかなというふうに思います。で、例えば具体的に言いますとですね、これかつてアメリカの西海岸で起きたこのゴールドラッシュですよね。で、まさにこのゴールドラッシュでですね、まあヨーロッパからですね、アメリカ大陸に移住してきて、まあアメリカのドリームを掴むんだということで、まあ一気にこう移住者が増えてですね。で、まあ海で渡った先の東海岸から西海岸へ移動手段として、まあ、東西の鉄道が開発されたりとかですね、いうことで、また自動車がですね、こう、まあ、馬車から自動車へみたいな、ね、まあ、大きなんですね、社会の変化が起きたわけですね。で、そのきっかけとして、やはりこの、なんですかね、このゴールドが出てるとと。いうところで、ゴールドを取りに行く人と、それをですね、支援する人たち、というふうな形でですね、二つ折りあると思うんですよね。で、つまりここでですね、実は一番儲かった人っていうのは、その金塊を見つけた人はもちろん儲かるんですけど、まあ、ごく一部ですよね。で、我々必要な視点っていうのはやっぱりここなのかなと思うんですね。実はこのゴールドラッシュでですね、一大財産を築いたのはこのリーバイ・ストラウスと言われてますけども、まさに、そのゴールドラッシュをめがけて、このヨーロッパから来る人たちに、この道具、頑丈なですね、作業着としてですね、このまあ、ジーパンですよね。これをこう提案したということで、今でもこのブランドが築いているということなんですね。なのでですね、このすでに起こった未来、これをですね、捉えるにはどうしたらいいかというと、まあ、この違いをちょっと掴んでおくことが重要かなというふうに思います。で、つまりこの普通の人というのは、やっぱり変わるものに飛びつくということなんですよね。で、やっぱりこの話題の商品ということで、まあ、今回で言うとこの半導体みたいなことで、何かこう、テクノロジーの分野ということをなんかできないかなっていう、考えると。で、最終的に感覚頼りで運任せって話になっちゃうんですけど、やっぱうまくいく人というのは、この変わらないことに着目しているということで、まあ、
変わらないことって何ですかって言って、まあ、人間の欲望、まあ、マーケティング的な視点ですよね、変わらないことに着目してどんなものが売れるかなということで社会洞察とかね、顧客の分析っていうことをしっかりしていくと、いいんじゃないかなということで、まあ、企業の視点としてですね、一つヒントになるかなというふうに思います。はい、でですね、まあ、そんな中でちょっと、まあ、これはちょっと私的な展開になっちゃうところもあるんですけど、とにかくこの熊本の地域では今シリコンアイランド復活ということでですね動いてまして、また先ほど言った通り熊本大分直結のですね中九州横断道路というのも2026年開通するということがまあ決まってますし、あとまあ阿蘇九十国立公園ナショナルパーク化ということでこの辺もですね、閣議決定されているという情報も入っていますので、何が起こるかというとやはりこの特にこう台湾企業が来てですね、日本が大好きな、人たち、富裕層がやってくるというのはもう分かってますので、まあそういった人たち何売れるんですかっていうと、やっぱり日本って不思議な国なわけですよね。で、このサステナブルジャパン、つまり、まあ今2600、なんですかね、84年かな、まあ、つまりこの日本って最も世界で古い国なわけですね。で、そういったこのサステナブルなものって何なんですかっていうところが非常にあの外国人興味があって、やっぱり観光の中でですね、まあ、例えばこの八千代座だったりとか、いまだにこういったですね、建造物、木造の建造物が残ってたりとかっていうことは、あのアメージングなわけですよね。茶道というものだったりとか、そういったこの食とか健康とか美容とか教育、それからこの歴史みたいなことって非常に高く売れますので、やっぱりこの安売りしちゃいけないよねというところですよね。で、とにかくこう光を見るというふうにこの観光を再定義する必要があるかなと思います。なのでこういったことを踏まえてですね、今あの起きているこの注目事業として、まあ歴史散策ツアーだったりとかヘルスツーリズムだったりとかですね、まあ、いろんな各地、熊本の各地ですね、まあ、オーガニックトマトだったりとか、あとまあバカロレアでですね、やっぱりこう、今インターナショナルな教育っていうことも非常に盛んに行われていますので、こういったことに注目しつつですね、どういったところに絡めるかなということを考えていくことが必要なのかなと思います。で、また具体的なですね、創業のですね、支援としましては、まあ、特にこの東京23区から移住していただいた方はですね、最大100万円まで出しますよという移住支援金も出てますし、あとはあのこれあまり知られてないんですが、総務省の方でですね、この企業支援ということでローカル1万プロジェクトってなってまして、これ結構金額が大きくてですね、確か毎月とかってやってるんじゃないかな。これこの地元の資源を生かしてですね、新しいそのプロジェクトを起こすためのこの支援ですね、そういったことをもう活用できますし、あと観光に本当に特化するんであれば、地域観光新発見事業ということで、国土交通省がやってる400万円の支援だったり、まあ、そんなことが活用できるかなと思います。あとはね、今日皆様、他の、支援機関の皆様がおっしゃってるように、まあ、地域おこし協力隊だったり、あと、まあ、熊本県にもよろず支援拠点がありますし、まあ、私自身もあのコーディネーターですけれども、そういったことでですね、支援、皆さんお手伝いできますので、ぜひ、お越しいただけたらと思います。あと、詳しくは熊本ライフというサイトがありますので、そちら見ていただくと、さらに詳しい情報が載ってますので、ぜひ、ご活用ください。以上です。はい、ありがとうございました。今ですね、チャットの方にご質問もいただいております。こちらにつきましてはですね、最後、セミナー終わりましてから、お答えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、次に、福岡、長崎、大分、宮崎、4県まとめてお願いいたします。はい、佐賀県よろず支援拠点の猿学と申します。資料を共有します。私の方からは、福岡県、長崎県、大分県、宮崎県、4県の県別注目トピックということで、創業支援、注目事業、地域の動きにつきまして、それぞれご説明をさせていただきます。まず、福岡県、でございますけれども、福岡県の創業支援、こちらはまず県としましては、福岡よかとこビジネスプランコンテスト、というもののご用意がございます。そして、市、地域の別で見ていくと、福岡市ではスタートアップカフェ、久留米市では久留米創業ロケット、直安地区では直安ビジネス支援センター、遠賀町ではピピット、そしてもちろん福岡県よろず支援拠点、こういった形で支援体制が整っております。そして福岡県での注目事業ですけれども、まず福岡市及び近郊、こちらでは飲食、美容といったサービス業、これは後でも触れますけれども、人口の増加率が高いといったところで、こういった事業が注目となっております。
そして福岡市役所、福岡市役所は IT 系スタートアップ支援に注力をしているという形でございます。そして、筑後地方では食品製造、6次化産業化といったところに注目が集まっておりまして、北九州、北九州地方、筑豊地方では福祉、介護といった分野に注目が集まっております。そして、商売をしていただく上での地域の動きですけれども、先ほども申し上げた通り、福岡市は全国の政令指定都市で、なんと人口増加率1位、そして女性比率も1位、ということで、先ほどの飲食、美容といったサービス業の注目が集まる要因となっております。また、周辺の市長は、それを超える人口増加率となっておりまして、他県や県内、他の地域から人口を吸い寄せている状況となります。続いて、長崎県に参ります。長崎県の創業支援の体制についてご説明します。長崎県は、この当拠点というのは、よろず支援拠点のことですね。よろず支援拠点では、県内20カ所で出張相談会を開催しています。市町村、各支援機関と連携した支援を実施しています。そして、長崎ビジネス支援プラザ、創業者育成施設、ですとか、古出島、スタートアップ交流拠点、というような施設での支援も行っております。また、長崎への移住につきましては、長崎移住サポートセンター、こちらは東京の窓口もございますし、起業でなくても就業という形、働き口を探すという形でもご相談をいただけます。長崎県で事業をやる上での注目事業としましては、4つございます。国境離島振興による雇用機会拡充事業ということで、これはですね、移住創業者の活用が多数見られるということで、詳しくは、お調べいただければと思います。そして、注目ですね、移住支援金、移住に対しての支援金ということですが、令和4年5年度支給実績が、九州、西日本でなんと1位となっております。多数の方が活用されていらっしゃいます。また、農林水産業も注目です。新規就農相談センターや、長崎漁業伝習所ということで、きっちりと就農漁業について学んでいただくことができます。最後に、女性起業家支援です。事業というよりは、起業家の方の属性という形ですけれども、長崎女性活躍推進会議、アマランス企業塾ということで、女性の起業家のご支援を熱心にされていらっしゃいます。そして、長崎県、最後は地域の動きですけれども、飲食業、観光事業の需要は急回復を遂げているが、人手の不足が深刻となっています。また、離島、半島地域が多く、過疎化が深刻だが、美しい自然と観光資源、こちらに魅力を感じる移住者が増加しているということです。農林水産業、先ほど農林水産業の支援が注目事業を挙げられましたけれども、農林水産業の希望者には定住化へ向けて体験型の支援や未経験者向けの技術支援も行っているということです。最後に、地方自治体は経営者の高齢化に対し、移住者による事業承継に注目しているということで、起業ではなくて、事業承継ということで、既存の事業を引き継ぐというところにも力を入れていらっしゃいます。続いて、大分県に参ります。大分県の創業支援としましては、県では、大分スタートアップセンターを設置して創業支援を実施しています。また、県内17カ所に県指定のベンチャーサポート施設もございます。すべての市町村で創業支援事業計画の国の認定を受けております。こちら、民間と協力してスタートアップの支援をするということの認定でございます。
そして県内各地にサテライトオフィスもございます。また、大分県東京事務所、こちらですね、千代田区平川町、都道府県、都道府県会館内ですね、にございます。毎月移住相談を実施しております。続いて、注目事業に参ります。女性起業家創業促進事業ということで、女性起業家の支援をして、いらっしゃいます。プレシード期起業家支援事業ということで、アイディア段階から支援を行っております。また、大分スタートアップエコシステム構築事業ということで、スタートアップ同士の出会いの場のを作るということもやられております。また、大分県ビジネスチャレンジコンテスト、こちらは賞金があり、11月の8日まで募集をしております。詳しくは、大分県令和6年度創業、スタートアップ支援施策集を参照していてください。そして、地域の動きです。失礼しました。大分県には、鉄鋼、石油、化学、半導体、電気、自動車、精密機械、といった幅広い分野の産業が集積しています。また、武田市は芸術家の移住起業家が多い。そして、国東市では宇宙港、スペースポートですね、に関連して宇宙産業の創出を目指しています。また、別府市や湯布院町などで観光産業が盛ん、温泉源泉総数は日本一、人口10万人あたり留学生数は全国2位となっております。では最後、宮崎県に参ります。宮崎県の創業支援、につきましては、宮崎スタートアップ創出成長促進事業、日向スターツ、アクセラレーションプログラムですね、がのご用意があります。そして、令和6年4月に一般社団法人宮崎オープンシティ推進協議会を創立、6月16日の設立イベントでよろず女子会が活動を報告、8月26日に宮崎スタートアップ創出イベントをアトミカで開催しております。アトミカにはよろず、宮崎サテライトが在住、創業相談が多いという規模になっております。で、宮崎県の注目事業ですけれども、女性起業家育成プロジェクト NEXT、 女性起業家ビジネスコンテストを実施後、選出された女性起業家に対してよろずおよび関係機関が2年間にわたって伴走支援、していただける形になっております。そして、宮崎都城延岡日南のよろずサテライトでビジネスマッチング交流会を開催しております。宮崎の企業をご検討の方はぜひ活用してみてください。そして、宮崎県の地域の動きです。都城市は令和5年度に1世帯最高なんと500万円の移住応援給付金を支出するという大胆な施策を打ち出し、1041人に移住を実現しております。また宮崎県はサーフィンの聖地とも呼ばれ、沿岸部には多くのサーフスポットがあり、多くのサーファーが移住しています。現状はカフェ、ゲストハウス開設などの移住相談が増加しているという状況です。私からは以上です。はい、ありがとうございました。以上、各県からのトピックの紹介でした。次に、日本政策金融公庫東京ビジネスサポートプラザから日本公庫における移住創業支援を通じた地方創生の取り組みについてご説明いただきます。では川下さん、どうぞお願いします。皆さんこんばんは。日本政策金融公庫東京ビジネスサポートプラザの川下と申します。今日はよろしくお願いいたします。本日は少しお時間をいただきまして、私ども日本政策金融公庫についてとですね、公庫が取り扱ってございます、ご融資の制度について簡単に、お話をさせていただきたいと思います。まず資料を共有させていただきましてですね、お話を進めたいと思います。その後、また佐野学様とですね、ここからご質問を受けるような形で話を進められたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、日本公庫のプロフィールということで、正式名称は株式会社日本政策金融公庫と申します。非常に堅苦しい名前でございます。
株式会社となっておりますが、その株式は全額を日本政府が所有しております。いわゆる政府系金融機関というものになっております。設立は平成20年、になっておりますが、それ以前はですね、下の図にもありますけれども、従来から存在しておりました3つの公庫がございました。この3つの公庫がですね、平成20年に合併をしまして、今の日本政策金融公庫という名前になっております。私が所属するのは、国民生活金融公庫を前身とします、国民生活事業というところに所属しております。この国民生活事業においてはですね、ご商売をされている方に対してのご融資と、あとは教育ローンですね、高校や大学に通われるための資金としての教育ローンを取り扱ってございます。通常のご融資だけではなくてですね、自然災害ですとか、この経済収縮時における資金繰り支援という形でですね、セーフティーネット機能としても役割を担ってきております。全国には152支店ございます。そのうち九州全域においては17支店ございます。この表の中にもありますように、創業支援にもですね、力を入れているところでございます。特に移住して創業されるという方に対してはですね、特別なご融資制度もご用意してございますので、その辺についてもですね、後ほどご案内をさせていただきたいと思います。まずですね、移住創業支援の取り組みとしまして、152の支店のネットワークを生かしましてですね、都市部から地方へ移住される方へのですね、支援というところを、移住前から、移住後までですね、幅広く、ステージに応じてご支援をさせていただいているところです。で、各種セミナーですとか、情報発信は、日本政策金融公庫のホームページからもですね、ご覧いただけますので、ぜひとも一度日本公庫のですね、ホームページをご覧いただけたらと思います。なお、今年のですね、ふるさと回帰フェア、こちらにもですね、公庫はブースを構えてございます。今年は9月の22、23日と2日間にわたって東京国際フォーラムで行っております。こちらにもですね、ここは独自のブースを構えていますので、こちらで個別の相談もお伺いすることが可能となっております。ぜひこちらも活用していただければと思います。取り組みとしてもう一点ですね、先ほどちょっとお話しさせていただきました、独自のですね、ご融資制度の点についてです。ちょっと表が崩れちゃってるとこ大変申し訳ないんですが、こちらのシートのですね、丸5のところですね、移住創業者向けのご融資制度というところでございます。ですね、こちらでですね、一定の条件に当てはまりますと、特別利率、ここでは特利なんて書いてありますけれども、特別利率という形で、通常よりも低い金利でのですね、利率でのご融資制度をご準備しておりますので、こちらについてちょっと簡単にお話をさせていただきます。まず1点目、地域おこし隊、先ほど来ですね、皆様のお話の中で出てきたと思います、この地域おこし協力隊、こちらの任期をですね、終了していただいて、その当該地で創業される方なんかもご金利は安くなります。またですね、東京圏から地方に移住しますよというだけでもですね、金利は少し安くなったりしますと。で、特にこの3つ目、4つ目なんですけれども、この自治体の行うですね、この企業支援金ですとか、移住支援金、こちらのですね、交付決定を受けて創業される方へのご融資はですね、また一段とさらに金利のお安いご融資制度を適用させていただくことも可能ですので、こちらもですね、移住した先でご創業を検討されている方はですね、
ぜひとも一度日本高校の方でご相談いただけるとありがたいなと思っております。ちょっとね、こちらにはご融資の規模的なお話ちょっと出てはいないんですけれども、ご融資の制度としての上限額としては、一応7200万円がご融資の限度額ですよ、なんてのはあります。で、もちろんですね、そんなに必要ないという方もたくさんいらっしゃると思いますし、ご融資の多くはもっと少額です、もちろんですね。ですので、もちろん200万、300万というようなお話であったとしても、十分にですね、高校のご融資、お使いいただくこと可能ですので、ぜひそういったところも含めてご相談いただけるとありがたいなと思います。はい、ご相談の窓口としてはいくつかございます。高校の各支店、152支店あるというふうに申し上げましたけれども、そういった各支店でもご相談を承ることはもちろんできますが、より深いご相談や、何度かこうですね、キャッチボールしながらのご相談をご希望されるという方であればですね、私どもの、います、このビジネスサポートプラザ、こちらでですね、ご相談を受けさせていただければ大変ありがたいなと思います。夜間相談というのも毎週木曜日行っております。毎週木曜日だけはですね、最後の枠が7時から8時、夜の7時から8時という枠が毎週木曜日ございます。で、また休日のご相談、毎週土曜日はご相談を受け付けておりますし、第1、第3の日曜日もご相談をお受けしておりますので、ご都合のよろしいところをですね、高校のホームページからぜひご予約をいただけたらと思います。はい。日本高校のご紹介については簡単ではございますが、以上でございます。ではですね、ここからですね、15分20分ほどですね、皆様からよくいただくような、質問につきまして、高校の貸した席にこれから聞いていこうと思います。ちょっとスライドを切り替えます。まずですね、移住して起業ということですけれども、ご相談に、コウコさんに相談してから、そして移住して実際に借りるっていうところですね、スケジュール感がちょっとイメージできないと、スケジュールはどうなりますかというご質問なんですけれども、こちらはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。ご相談に関しては、もちろん移住する前からのご相談が可能です。で、東京に住んでますよということであれば、もちろん東京のビジネスサポートプラザで、ご相談、まず最初のご相談、今後移住してですね、こんな創業したいんだよねとか、こういうご商売考えてるんだよね、で、まだお金の面とか、もしくはビジネスプランもちょっとまだ生煮えなんだけども、今後こういうこと考えてるんだという、本当にその入り口のところからご相談は可能ですし、そのご相談だけはもちろん東京でももちろん可能です。で、その後の流れとしましては、その移住した先で、最終的にはその移住した先の金融公庫の支店の方に融資の申し込みをいただいて、その支店で、地元の支店で審査を受けていただいて、最終的に着金という流れが、これが一般的なものかなとは思うんですけれども、どうしてもですね、ご融資が下りなければ、移住そのものをしないよって方もやっぱりいらっしゃいますし、そういった方向けにですね、その審査のためだけに、その地方の都市まで行ってくださいというのも、ちょっと酷な面もあったりするかなとは思うので、一般的には移住先の支店での審査という形になりますが、審査も東京の方でも含めてですね、東京の方で審査をさせていただいて、結論が出ましたと。で、その送金までさせていただきますというのを、東京の方で全て完結するということもですね、これは不可能という話ではありません。で、最終的には、その地方都市ですね、ご創業された、例えば飲食店とかであれば、そのまた飲食店の許可とかっていうのはですね、また地元、高校の地元の支店の方に、許可取りましたよってことを、後からまたご報告いただくなんていう流れもですね、可能かなとは思っています。ありがとうございます。その創業、創
するにあたってお金というのは非常に重要だと思うんですけれども、広子さんに相談して東京である程度話を決めてしまって地方に行っても大丈夫、その九州に来ても大丈夫と、いうことは、ご相談次第ということですかね。そうですね、厳密に必ずその移住先の指定でないと申し込み受け付けませんというところまでではないということですね。ありがとうございます。ちょっと次の質問で、いきたいなと思います。はい、起業の夢を叶えるためいろいろと準備検討をしているところです。通常どのくらい創業の意思が固まってから、相談をすればいいものでしょうかと、いうことですけども、これはいかがですかね。そうですね、ご相談に関してはもう本当にいろんなそのステージなんていうふうに呼んでますけれども、いろんなステージの方がいらっしゃいます。もう本当にやること全部決まってます。で、場所も決まってるし、ある程度そのもう、かかるお金は見積もりも取っていて、資金計画ももう自己資金いくら借り入れいくらで調達するよっていうのが決まってるっていう方ももちろんいらっしゃいますが、中には3年後には何かやりたい、で、じゃあ今から準備できることってどんなことですかとか、そういったところのですね、ご相談で方もいらっしゃいますし、ので本当にそもそも創業するかどうかもわからないけれども、何かしらこう変えたいと考えている。で、その中でのその創業という手段なのか、また、ちょっと先ほどちょっと出てきましたかね、事業の引き継ぎっていう、選択肢ですよね。そういったところなんかも、こういった提案、選択肢もありますよなんていうですね、ご相談も可能かなとは思ってますので。本当にどんな状態でもどんなステージでも結構かなとは思いますので、気軽にですねご相談をいただけたらありがたいなと思います。ありがとうございます。ちなみになんですけど、その創業しようとする事業、いくつか案があったとして、その事業の経験が全くなくても借り入れてできるものなんですかね。これは非常によく聞かれる質問の一つかなとは思うんですけれども、そのご商売における経験というところは、やはりこちらとしてその審査をさせていただくという目線で申し上げれば、やはり非常に重要視しているところだと考えています。ただですね、全くのその未経験のなでもですね、ご創業されるで、もちろん成功すると言いますか、長くご商売を続けていくパターンというのはもちろんあるかとは思いますので、経験がないイコール絶対にご融資がダメというわけでもないかなと思っています。その経験のなさをどのようにしてカバーできるか、どういった施策を考えていらっしゃるかによっては、ご融資に至るケースもあるかなと思います。非常にメジャーなところで言えば、フランチャイズに加盟して、そのフランチャイズにおける研修を受けたりですとか、広告のやり方、広告については、フランチャイズ側がやってくれますよとか、そういったものがあればですね、未経験の方でもしっかりとバックアップ体制ができているよねということで、ご融資に至るケースもあるかなと思います。ありがとうございます。その事業の経験がなくても、フランチャイズというお話ありましたけれども、そういった形のサポートが受けられるというところでいくと、借りの可能性は高まるという感覚ですかね。ありがとうございます。ちなみになんですけど、この業種によって、事業いくつか考えているとして、業種によって借りやすかったり、借りにくかったりとか、かなと思っています。ご融資のですね、こちらからご融資させていただいているお客様の数としてはですね、やはりこう飲食店ですとか、小売業と卸売業と、世の中にたくさんあるご商売、そういった方々がご融資させていただくケースは非常に多いですけれども、特にその業態によってですね、明らかに借りにくいっていうことはないかなと思います。ありがとうございます。それはちょっと質問を変えていきたいと思うんですけれども、起業に向けてお金を貯めてはいるんですけれども、それだけでは足りず、借り入れを検討をしています。で、借り入れにあたっての貯金ですね、自己資本
どのくらい必要ですかという質問なんですけども、これはいかがでしょうか？はい、ありがとうございます。はい、自己資金に関してはですね、日本航空のご融資をさせていただいたお客様の実態調査の中でですね、一応データを公表しておりまして、創業時においては自己資金は必要金額の約24%を占めていたというのが一つの調査結果としてはあります。ただもちろんその24%というのは平均値でございますので、必ず24%ないとご融資に至らないというわけではもちろんないですし、逆に30%、40%あるけれども、お断りさせていただくというケースももちろんあるかなと思っています。ただ、このお金のありなしというのは、実際に本当にお金があるないってだけではなくて、このご創業に向けて、こう準備をどれだけしてきていただいたかということの表れだとも思っておりますので、何かこう、なんて言うんでしょうかね、遺産相続でお金が入ったとか、宝くじでお金が入ったというようなもので、確かにお金はあるんだけれども、それはこう創業に向けての準備としてのお金という感じはしないので、それはお金はあるけれども、ちょっとこう評価させていただけるかというと、少しクエスチョンマークがついちゃうかなという感じですよね。ありがとうございます。そういう意味では、例えば、今は、アルバイトなのか、雇われて、正社員に働いているかとかいうことはあると思いますけども、お給料いただいている中の一部をコツコツ積み立てていただくとか、そういったことが大事なんですかね。おっしゃる通りですね。審査の中ではお通帳とかもやっぱり拝見しますので、そういった中で、毎月、徐々にこう資金が積み上がってきているというのが拝見できれば、そこは非常に我々としても評価させていただける点かなと思っています。ありがとうございます。それではですね、ちょっと次の質問に行きたいと思います。移住先の視察にあたって、金融機関を回っておくべきか迷っています。移住先の現地金融機関との協調、協調融資という意味合いだと思いますね。は必要でしょうかということなんですけども、こちらはいかがでしょうか？はい、そうですね。これは必ずその協調融資、地元の信用金庫や地銀がご融資が必ずないとダメというものではありません。ね、ただ、私ども日本政策金融公庫は、こう民間金融機関の補完を旨とするみたいなことがですね、一応謳ってはいるところではございますので、そういった形で地元の信用金庫との協調融資、地元の地銀さんとの協調融資というところは非常に推進はしているところでございます。なので、必ず必須条件というわけではありませんけれども、推奨しているといったレベルでしょうか。ありがとうございます。先ほどの質問の中で、広子さんの方では、相談を東京でしておいて、地方に、移住先に行って、そこで借りるとか、先に東京である程度話を決めておいて借りるということができると思いますけれども、ちょっと、地方の、地方銀行、地方信用金庫だと、東京の方で相談をしておいて行くというよりは、行った時に、回っといてくださいということですかね、やはり。そうですね。で、もちろん、ご商売を続けていくことを考えれば、地元の、金融機関との関係というのは切っても切れないかなとは思いますので、で、ご商売の口座を開設したりとかっていうことももちろんあるかと思いますので、その地元の金融機関にもですね、今後こういうことを考えてるんだよねとか、で、公庫にも融資申し込んでるので、ちょっとね、半分半分かどうか分かりませんけれども、いくらか協力してほしいとかいうことで、コネクションを作っておくというのは非常に重要なことかなとは思います。ありがとうございます。そういう意味では、各県にあるよろず支援拠点にご相談いただくというのも、いいのかなというふうに思いまして、やはりそのこれから起業する方っていう中で、各こう、銀行、信用金庫を回って、その融資の相談にこうどうやって行っていいものかと、いうことも、あろうかと、思いますので、ちょっとどういうふうに言ったらいいんだろうと。いうことも含めてですね、よろず支援拠点をうまくご活用いただければ、その地域で連携している金融機関に対してのおつなぎもできるかなと思いますので、うまくですね、環境を利用いただければと思います。はい、そうですね、ちょっと時間もね、そろそろなくなってまいりましたけれども、続いてはですね、こんな質問ですね。
まあ、これもよくある質問かなと思いますけれども、初めての起業です。お金が不足した時のことを考えると不安です。追加の融資にはいつ頃から応じてもらえるものなんでしょうかと、いうことでですね、少しネガティブな、形なんですけれども、まあ、起業にあたってはね、やっぱりお金が尽きるとということがありますので、これはどうなんですかね。そうですね、これに関しては特段何か明確にですね、1回目のご融資後半年過ぎないと次の話はできませんということが何か明確に決まっているわけではありませんし、ご融資として最初にですねまとめて大きな金額を1回で調達する、特に最初のご融資の時ですね、で大きな金額をというのはどうしてもハードルが高いと思いますので、まずは最初は小さな金額でご融資をさせていただいて、で、まあ、半年なり1年なりしっかりとこの実績を上げていただいてですね、その上で追加でのご融資、ご商売の規模に応じてですね、追加でお借り入れも増やしていっていただくっていうようなことはもちろんこれはあり得る話だと思ってますし、これにおいても本当にじゃあ3ヶ月なのかとか、半年なのかということは明確に決まりはありませんけれども、ただそうですね、例えば、ね、最初に200万でご融資させていただいた、300万でご融資させていただいたとして3ヶ月後にですね、やっぱりお金が足りなくなっちゃったっていう状態でお申し込みいただいても、ちょっとなかなか追加でのお話というのは非常に難しいかなとは思います。やはり売上も、計画通りもしくは計画を上回って推移しているとかいうことで、増加の運転資金ということでですね、お申し込みをいただくっていう形であれば、もちろん追加での話も、十分に検討が可能かなとは思っておりますね。はい、ありがとうございます。先に借りていただくときに、そのある程度やっぱ計画的に、まあ、少し、ね、できれば、まあ、余裕を持ってというか、いう計画でできるようにしておいて、繁盛してどうしようもないっていうときは、まあ、割と短めにご相談に行かれても、いいのかなという、まあ、そんな感覚ですかね。できれば、ね、やはりあの借りるタイミングで、お金が足りなかったときのこともある程度含めて、計画を立てておかれた方が、よろしいかなと、いうことでしょうか。ありがとうございます。それではちょっとお時間もね、いいところになっておりますので、こちらでですね、候補様からの、発表というのを終了以上とさせていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。川下さん、猿楽さん、どうもありがとうございました。それでは最後になりますが、よろず支援拠点の、案内をさせていただきます。画面共有いたします。よろず支援拠点のご案内ということで、私の方から、説明させていただきます。皆さん、企業を考えるときですね、こんな悩みないですか？事業計画はどのように作ったらいいのか、この事業どのぐらい費用かかる、資金調達はどうすればいい、で、こんなビジネスを考えてるけど、実現可能性はどうなんだろう、九州の〇〇市でこのビジネスって成立するのか、で、会社設立の手続きや必要な書類、各種届け、どんなものがあるんだろう、顧客獲得や、販路拡大の方法、効果的なマーケティングの戦略は、確定申告や税金の納付、会計処理の方法は、従業員の採用方法や労務管理、社会保険の手続きは、そんなお悩みや疑問に一緒に考え、アドバイスする機関、それがよろず支援拠点です。で、よろず支援拠点とはですね、中小企業庁が各都道府県に設置してある小規模事業者、中小企業のための無料の経営相談所です。1回1時間単位でですね、何回でも、相談できます。対面ではもちろん、オンラインでも、相談できます。ですので、東京の方がですね、福岡とか、鹿児島とか佐賀とかですね、そういったところのですね、よろず支援拠点にオンラインでつなげてですね、相談も可能です。で、よろず支援拠点の、3つのポイントがございます。まず1つ目、総合的、先進的なケアアドバイスを提供すると。
まあ、さまざまな分野のですね、専門家がいるからこそ、いろんな角度から一歩踏み込んだアドバイスができますと。で、2つ目のポイント、皆様のために課題解決チームを編成しますと。まあ、これはもちろん案件に応じてですけど、課題に応じてですね、適切なチーム編成してですね、相談解決に、課題の解決にですね、対応していくと。で、3つ目の、ポイントがですね、課題に応じたワンストップのサービス。まあ、いろんなサービスを、いろんなご相談ございます。それをワンストップで、私どもよろずが引き受けてですね、いろんな関係機関におつなぎするとか、そういったこともやっております。で、よろず支援拠点はですね、各拠点ごとに大体約20名から60名ほどのですね、他分野のさまざまな専門家が在籍しております。で、これらですね、さまざまな専門家がですね、ビジネスプランの策定、資金調達、広報 PR、SNS 活用、まあ、いろんな相談に対応していくわけですけど、よろず支援拠点内だけでですね、相談、対応できないものに関しましては、他の支援機関、商工会議所、商工会、金融機関、県、市町、中小機構、大学、ジェトロとかですね、いろんな支援機関と連携して、課題のですね、解決に向かっていくと。そういった体制でやっております。皆様がですね、企業に関する相談、ぜひともよろずにですね、相談してみたいと思ったとき、どうすればいいか。各県のですね、よろず支援拠点にお電話ください。それだけです。お電話してですね、何々の相談したいんですけど、ということでおっしゃっていただけるとですね、電話を受けた者がですね、じゃあ、いついつ、こういったコーディネーターが対応しますということで、セッティングしますので、ぜひともお使いください。でですね、この下の方にですね、各拠点の電話番号書いております。書いておりますけど、現時点でね、どこの、よろず支援拠点に相談したいか分かんない場合、そういえば、何日か経ってですね、よろずってあったな、それどうすればいいんだっけってなった時はですね、まず何々県よろずで検索してください。それで、各県のですね、よろずのサイトに飛びますんで、そこからですね、お電話してください。それだけです。とにかく、よろずを検索してですね、サイト見つけて、そこから電話していただく。このような形で相談できます。でですね、ここでですね、ちょっと、皆さんにですね、簡単な案件とお願いしたいと思ってます。こちらですね、画面共有を外します。チャットの方にですね、このアンケートの URL を、貼っておきますので、こちらの方から、入っていただいて、相談、簡単にですね、アンケートをお答えいただけますでしょうか。だいたい20秒、30秒で終わりますんで、ちょっと今からですね、30秒ほど待ってますんで、皆様こちらの方、リンクをクリックして、アンケートフォーム、チャットにアンケートフォーム、クリックして、簡単ですので、こちらの方お答え願います。また30秒経ってからですね、続きに入ります。皆様、いかがでしょうか。それではですね、一旦また画面共有、しましてですね、最後にちょっとご案内させていただきます。こちらですね、九州移住&企業応援ナビ、いっちゃうというサイトがございます。こちらですね、皆様に、先日、昨日ですね、お送りしました、リマインドメール。こちらの中の、ね、一番下の方にも URL 載ってます。これどういうサイトかと言いますと、今日話しました、各県の、情報のトピック、そういう情報やですね、あと、まあ、後日ですね、この、動画もですね、載せる予定でおりますので、ちょっと簡単にこちら、ご案内します。
このようなサイトになっております。で、一番下の方にはですね、各色支援拠点の、がございますので、これをクリックすると、サイトに飛びます。またですね、企業相談の公約ってことで、これを押しますと、各よろずのですね、電話番号、こちら一覧でありますので、興味ある、よろず支援拠点ですね、お電話して、こういった相談がしたいということで、お気軽に相談ください。あと、先ほどですね、見物トピック言いましたけど、例えば、福岡ならこんな感じですね、情報を載っけております。さらにですね、先ほど言いましたけど、今日のセミナーの動画ですね、アーカイブをこちらにまた掲載する予定でもありますので、ぜひともですね、こちらもご利用ください。こちらはですね、こちらのサイトをお忘れになったときはですね、いっちゃお九州で検索していただくとですね、こちらのサイトに飛びます。見つけることができます。またですね、リマインドメール、昨日送ったリマインドメールの一番下にもありますので、興味ある方はですね、ぜひともこちら、ご覧ください。以上をもちまして、セミナーは終了いたしますけど、先ほどですね、ご質問がありました。これ今からお答えしたいと思います。まずはですね、鹿児島関係の質問だと思いますんで、森友チーフいかがですかね、こちら。はい。質問。一番上ですか？一番上と下、おそらく大平さんって方が鹿児島に興味あるってことで、両方一緒でもいいかもしれないですね。そうなんですね。されなくてもいいですし、したいエリアでもいいですし、なんか疑問に思ってることがあれば、森友と忍者が対応しますんで、本当に気兼ねなく、ぜひこんなこと聞いてみたいとか、やっぱり私は、忍者がやっぱ来てから迷ったこともいっぱいあるので、ぜひ、気軽に、ぜひ鹿児島に、事務局の方に電話していただいたら、スケジュール調整しますので、ぜひお電話ください。小平さん、よろしいですかね。とりあえずお気軽にですね、お電話くださればと思います。鹿児島でもいいですし、他の拠点でもいいですし、興味ある拠点にですね、こんな件ちょっと聞きたいんだけどってことでおっしゃっていただければですね、対応いたしますので、よろしくお願いします。あと、チャットの方でですね、先ほどもアンケート、もし、途中の方いましたらですね、今一度アンケートのご協力とですね、いっちゃうサイトの URL も載っけてますんで、こちらの方ご参考にしてください。で、以上をもちましてですね、九州移住&企業応援セミナーを終了いたします。皆様、どうもありがとうございました。失礼いたします。